はいどうも、都内で同棲をしているゆうです。僕たちはつい2ヶ月くらい前にドラム式洗濯乾燥機を購入しました。購入したのはパナソニック NALX113BL というもので、こちら概要欄に貼っておきます。今回はドラム式洗濯乾燥機を実際に使ってみた感想や良いところ、注意点、選び方、購入場所を紹介していければと思います。まずは実際に使っての感想です。感想としてはですね、これ全人類買うべきだと思ってます。非常に満足しております。良いところは後ほど紹介していきます。ちなみに1日1回回しておりまして、僕が朝ジムに行くので帰ってきてからタオルとか入れてそのまま回すっていうルーティンでやっています。次に良いところを紹介します。2つあります。1点目が時間労力の節約ができるという点です。洗濯物を干す手間だったりコインランドリーまでに持っていく時間がかからないので、非常に時間労力の節約になるかと思います。洗濯乾燥機を買うまでは家で洗濯をして、その洗濯物をコインランドリーに運び乾燥し、それを家にまた持って帰るということをやっていました。しかしながらやはり洗濯物かなり重いですし、雨が降っているとせっかく乾かしたものがまた濡れてしまうなどのことも、ありました。なので今回洗濯乾燥機を、購入して、労力と時間かなり節約できているなというふうに感じています。ここで気になるのが電気代だと思いますが、電気代は一般的に浴室乾燥機やコインランドリーに比べて洗濯乾燥機の方が安いというふうに言われています。実際に僕たちが使っているパナソニックの洗濯乾燥機だと1回30円弱くらいで乾燥できるというふうに言われています。1日1回回しているので1週間で210円、200円ぐらいで乾燥ができる計算になります。以前はコインランドリーで1週間に1回乾燥機を回していたのですが、その時はだいたい500円から600円程度かかっていたので、それよりかは安く済んでいると思います。ちなみに電気代ですが、パナソニックならこちらのサイトが参考になるかもしれません。概要欄にも貼っておくので気になる方は見ていただければと思います。良いところの2点目は、好きな時に好きな服を着られるということです。この服着たいけれど洗濯してないっていうことよくありますよね。洗濯1回あたりの労力っていうのを削減できることで、1日1回無理なく洗濯を回せるようになりますので、好きな時に好きな衣類を着られるような状態にできるんじゃないかなというふうに思います。続いて洗濯乾燥機を使うにあたって注意した方がいい点を紹介していきたいと思います。注意点は3つあります。1点目はいっぱい入れると乾かないという点です。実際にこれくらい入れるとまず乾かないです。僕たちはいつもこれぐらいですね、洗濯槽の半分ほど入れて使っています。注意点の2個目は、こまめな手入れが必要ということです。手入れが必要な箇所としては2つあります。1つ目がこちらの乾燥フィルターと呼ばれている部分になります。こちら乾燥時に出た衣類の糸くずなどの綿状のゴミが付着しているので、乾燥運転のために手入れが必要になります。とはいえ毎回掃除するのはさすがに労力がかかるので、2回乾燥するたびに1回掃除をするくらいでいいんじゃないかなというふうに思います。実際に僕たちも2回に1回の頻度で掃除をしていますが、乾かないなどのトラブルはないので2回に1回程度で大丈夫じゃないかなと思います。掃除の仕方としては、今動画に映しているのと同様にパーツを取り外してティッシュで糸くずを取るだけなので、だいたい1分程度で手入れをすることができます。
ホコリを取り終えたら、このようにフィルターを再度セットし直して、お手入れ完了です。2点目が排水フィルターです。このフィルターには排水時に出たゴミがたまるので、週に1回程度でお手入れが必要です。実際に僕たちも週に1回程度で手入れをしています。お手入れの仕方としては、今動画に映しているように、部品をこのように取り外して、そしてティッシュでホコリを取るといった作業になります。作業としては、こちらも1分ほどで完了することができます。注意点の3個目は音です。ドラム式洗濯乾燥機、これかなりうるさいです。洗い、脱水、乾燥の音、聞いてみましょう。まずは洗いからです。続いて脱水です。こちらかなりうるさいので音量注意です。最後に乾燥です。いかがでしたでしょうか。音が気になる方は洗濯機用防振ゴムなど敷いておくのがおすすめです。続いて選び方を紹介していきます。選び方といっても人それぞれライフスタイルなど違うと思いますので、今回は選ぶ時の観点について紹介できればと思います。観点としては容量、乾燥方式、便利機能の3つになるかと考えています。1点目が容量です。洗濯乾燥機の容量には1回に洗濯できる容量を示した洗濯容量と1回に乾燥できる容量を示した乾燥容量の2つがあります。洗濯乾燥機を購入する場合、毎回乾燥機能を使われる方が多いと思いますので、基本的に乾燥容量の方を見て必要なサイズを買うのがおすすめです。僕たちは今洗濯容量11キロ、乾燥容量6キロのものを使っています。2人暮らしで1日1回回していますが、特に不便さは感じたことがありません。2人暮らしで1日1回は手間だから2日に1回の頻度で回したいという方なら、もう少し大きいのを買うと良いかもしれません。個人的に乾燥容量は最もお金をかけるべきポイントだと考えています。乾燥容量をケチってしまうとしっかり乾かないということがしばしばあるかと思いますので、他の便利機能にお金をかけるっていうよりは、こちらの容量にお金をかけるのがおすすめです。2点目は乾燥方式です。乾燥方式には代表的なものが2つあります。1つ目がヒーター方式です。ヒーター方式はドライヤーのように温風を吹き出して洗濯物を乾燥させる方式です。2つ目がヒートポンプ方式です。ヒートポンプ方式はヒーターを使わず空気中の熱を集めて発生させた温風で乾かす方式です。除湿器で乾かすようなイメージに近いです。それぞれのメリットデメリットについて紹介していきます。本体価格についてはヒーター方式の方が安い傾向にあります。電気代に関してはヒートポンプ方式の方が安く済む傾向にあります。最後に衣類の傷みや縮みというところに関してもヒートポンプ方式に軍配が上がります。ヒートポンプ方式の方が電気代が安かったり衣類が縮みにくかったりしますが、これはヒーターを使っていないためです。僕たちは毎回乾燥機能を使おうと考えていたので、電気代が安く衣類の傷みや縮みが小さいヒートポンプ方式を選びました。乾燥機能をたまにしか使わない方であればヒーター方式を選んでも良いかもしれません。3点目は便利機能です。基本的に洗濯乾燥ができれば良いと思っていたので、
容量と乾燥方式のみ購入前には気にしていましたが、個人的には洗剤の自動投入があると楽だったかなと使ってみて思っております。というのも1回1回の洗濯でフィルターを掃除する必要があるなどやることが多いので、毎回の洗濯の手間を減らすためにもあると楽だったかなと思っています。便利機能がたくさんついているものを選ぶとお値段が高くなることが多いので、ご自身に必要なものをよく吟味して選ぶと良いかと思います。最後に購入場所について紹介します。僕たちは家電量販店で購入しました。購入前にはネットで買うか家電量販店で買うか悩みましたが、こちらは決めの問題だと考えております。一昔前は次のように言われていました。量販店は本体価格は高いけれど送料設置料無料で保証もある。ウェブは送料設置料がかかるし保証は基本ついていないけれど本体価格は安い。しかし最近は量販店とウェブで本体の値段が変わらなかったり、ウェブでも送料設置料無料だったりします。結局どちらがお得かは商品によることが多いんですよね。そしてこのあたりを細かく確認すると時間がいくらあっても足りないかと思います。なのでこのあたりは深く悩まなくて大丈夫なのかなと考えています。僕たちは家電量販店で購入しましたが、家電量販店で購入する場合、店舗間の見比べはしても良いかもしれません。実際に近くにあるビッグカメラ、ヨドバシカメラ、ヤマダ電機の店舗をすべて回ってみましたが、1、2万くらいの価格のブレがあったので、近くに店舗が密集しているなら数店舗回ってみても良いかもしれません。ただ、細かい保証などはこれもまた店舗間ですべて違うので、シビアになりすぎなくても良いかと思います。このあたりのことはインスタグラムの方でまとめて発信しているので、もし気になった方は概要欄から飛んでみてみてください。今回はドラム式洗濯乾燥機を実際に使ってみた感想や、良いところ、注意点、選び方、購入場所を紹介しました。細かく話せなかった部分もあると思うので、質問などありましたらぜひコメント欄までお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。もし動画が役に立ちましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。